福沢諭吉の言葉を借りますと、一心にして二性を生きた男でございます。二性というのは、22歳までは大日本帝国憲法下に暮らしたわけです。後の60年は日本国憲法の下で暮らした男です。で、大日本帝国憲法時代というのは、私の前半生を形作っているわけですが、私は小学校に入りました年に、すでに満州事変が始まり、中学に入りました時に、支那事変が始まり、高等学校に入りました時に、太平洋戦争に突入したわけです。そういう意味では、完全な全般性、私の全般というのは戦争下にあったわけなんですが、私自身正真正銘の戦中派なんです。私は敵弾投手でしたから、手榴弾を12発体にこう持っておったわけですね。迫撃砲の直撃を受けて吹っ飛ばされて、この気を失った、誰かに助けられてその戦線から離脱したことも覚えておりますが、そういう戦争体験を持っておるわけなんですが、8月15日が日本の終戦ですね。しかし私のような戦闘部隊が、中国における戦闘部隊が武装解除されたのは11月なんです。8月から11月まで全く戦闘部隊としてはそれまでと変わらない戦闘状態っていうのを持っておったわけです。ただ相手が国府軍から共産軍に変わったっていうだけの話だったわけなんですね。ただ私は非常に感謝してるんですけども、私の体調をしてられた方っていうのは抜群にこの優秀な方でした。8月15日以降も琉球軍からはいくらでも弾薬の補給があって、どん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 補給を受け取ったわけですね。しかしその隊長はすごい夜間演習を実行されるわけなんです。全弾を打ち尽くせ、今日琉球政府から届いた弾薬は全部使ってしまえ、その夜間演習たるやものすごく激しい演習ですね、中国兵にあるいは中国人に向かって一切弾を撃つなって、そういうのが主義でした。それは共産軍のスパイも見ておれば、中国軍のスパイも見ておるわけなんです。こんなものすごい部隊に攻撃をすればとんでもない損害、死傷者が出るということから、私の部隊に関する限り8月の15日以降一度も襲撃を受けたことなかった。ということは一人も殺してない、一人も殺されてないっていう形でした。しかし現実には
8月15日以降、北斗戦線で亡くなった人は5000人近いんですよ。で、11月に武装解除される。武装解除されますと不慮っていう格好で河南省の省都の鄭州っていう大きな町の郊外に、それこそ膨大なその捕虜収容所っていうのがありまして、そこへ入れられました。そこでものすごく激しい内部闘争が始まったわけです。日本軍内部で師団司令部だとか参謀部だとか、そういうとこにおられたこの将校を中心にしたグループなんですが、日本政府に対する弾劾文、結書の形で出そうとされたんですね。それで何を弾劾するか、日本政府は当時8月15日のことを今でもそうですが終戦と呼んでいた。敗戦という言葉を使わなかったんです。それは卑怯じゃないか、負けたんなら負けたとはっきり言え、国力が回復すればこの恥は必ず注ぐっていうのがこれからの日本民族の生き方じゃないか、そういう論調でした。その運動に対して私たちの戦闘部隊を中心に猛烈な反対運動が起こりました。血の雨も何度も降りました。私たちの戦闘部隊の主張というのは終戦で結構だと、敗戦と呼べないことぐらいは分かってるじゃないか、今まで先陣君だとか軍人直輸だとか新民の道だとかで日本腐敗っていう格好で指導してきた連中がまだ指導の地位にとどまっている以上は敗戦と呼べないことぐらい分かってるじゃないか、終戦で結構だ、しかし二度と戦争をしない国にするっていう、そういう意味の終戦が我々のこれからの生き方じゃないか。敗戦派は何を言ってるんだ、この恥を注ぐとは何事なんだ、三百数十万の将兵の命をなくし、2000万以上の中国人を殺し、一瞬にして広島長崎で20万の命を失った日本は、その戦争というものに関して二度と戦争はしない、そういう国をどうやって作るかにがこれからの我々の生き方じゃないかと。一体敗戦派は恥を吸うことは何事だ、どの面下げて中アジアの人に顔向けできるんだと。